大島まさわら駅は、北海道か矢べ郡森町さわら4丁目にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は N66。電報略号はオーラ。前身は、大島海岸鉄道のさわら駅であり、同鉄道の国有化に伴い現在地に移転し、解消した。1976年の大島まさわら駅と、周囲約 11.5km 範囲。 右が、四壁、大沼方面。写真左端中央、港の堤防基部へ向かう道路との交差付近が、小島海岸鉄道の沢原駅跡。国土交通省国土画像情報をもとに、作成当駅の所在する地名より、成田線の沢原駅と区別するため、旧国名の都等を冠する。地名の由来は、以下の説が考えられている。 相対式ホームに面2線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅となっている。互いのホームは駅舎側ホーム中央部分と対向側ホーム中央部分を結んだ校内踏切で連絡している。駅舎側ホームが上り線、対向側ホームが下り線となっている。上下線ともに安全側線を有する。その他1993年3月時点では 下り線の森方から外側に分岐し、対向側ホーム外側への行き止まりの側線を一線、有する。点鉄付きの形状は上り線からの、片開き分岐である。なお、1983年4月時点では、対向側ホームの、現、下り線は上下共用だった。森駅管理の無人駅となっている。駅舎は、構内の北側に位置し、ホーム中央部分に接している。 友人駅時代の鹿部駅と同じ形の駅舎が継続使用されている。建築当初からの原型をよく止めている建物である。駅舎のホーム側に無料のレンタサイクルの受付がある。駅舎内にトイレを有する。ホームには地元の中学生の手による花壇が設置されている。駅の標高は35メートルである。大島海岸鉄道時代の佐原駅は 現在の大島佐原駅から1キロメートルほど西側の標高1 0ルの地点で、史跡南部藩沢良陣屋跡の裏に位置した。旧駅の跡地は2003年時点では道路になっていた。また、沢良線に転用されなかった線路跡は2003年時点では国道278号に転用されていた。北海道旅客鉄道函館本線をしま。 沼尻駅、大島、沢原駅、かかりま駅、大島海岸鉄道、大島海岸鉄道線係、関駅東係官停留所、土食い先停留所、沢原駅。ありがとうございます。